1978年日大朝のブイン商店街メインストリートブインはパプアニューギニアブーゲンビル自治州南太平洋のソロモン諸島北部に位置するブーゲンビル島南端部の町である第一次世界大戦からほどなくしてドイツ人入植者が金の採掘のためにブインの一帯に到着した現地に住むブーゲンビル人の大半が 移住者からレンガ作りのような技能を学んだ。第二次世界大戦中の1942年前半に日本がブーゲンビルを占領し10月8日に飛行場を完成させ基地として部員を使用した。囲碁部員基地はソロモン諸島の戦いにおける日本陸海軍航空隊の重要拠点として機能した。戦争後半には第八艦隊の司令部が置かれた。 アメリカ軍は1943年11月1日にブーゲンビル島西海岸中部のトロキナに上陸したが部員などのこの島の他の地域は迂回した輸送ルートも寸断されたために日本軍は潜水艦による輸送を行ったオーストラリア軍が島から日本軍を総統する任務を引き継ぎ日本軍の主要部隊が配置されていた部員に向けトロキナから南へと ゆっくり進軍を開始した。しかし、日本軍の猛烈な抵抗と激しい雨で、三ボ川にオーストラリア軍が到達して間もなく、1945年7月に、前進は止まった。その結果、部員は、戦争が終わるまで、サメ島ぐじゅう中上司令官が指揮する日本軍が支配し続けた。戦後、オーストラリアによる、 新宅統治を経て、1975年9月、ブーゲンビルを含むパプアニューギニアはオーストラリアから独立した。しかし同年には、ブーゲンビル州によるパプアニューギニアからの分離独立運動が起きた。この背景には島にある世界最大級の銅山、パングナ銅山をめぐる事情が絡んでいた。当時の銅山は、ブーゲンビル同行会社という形で、 オーストラリアの実質的な支配下にあり、島の住民が保証を求めて抗議運動を起こし、それが引き金となったのである。1989年、ブーゲンビル革命軍が武装放棄し、オーストラリアの支援を受けたパプアニューギニアと内戦状態に入った。部員では地域の抵抗運動が勃発した。これには議会上の破壊や、 パプアニューギニアの航空部隊が着陸できないよう、ブルドーザーで空港の滑走路に大きな穴を掘ったり、することなどが含まれた。1998年、ブラは、オーストラリアとニュージーランドの仲介のもと、政府と停戦に合意した。停戦合意後も部員周辺の治安は悪く、反政府武装勢力と武装化した、自衛集団との小競り合いが発生している。街の全盛期には、 主な発展地域を含んだ外区によく人目を引く一方通行の大通りがあった。この通りには3軒の店があり、2軒は中国人、家族、1軒は現地住民による経営だった。いくつか非常によく整えられた小学校及び高校、職業訓練校が存在した。また地域には小さいモーテル、居酒屋が存在した。 週末に賑わう市場があり、市として、地産商品やフルーツ、野菜類、地域で採れる、魚介類や、淡水ザリガニ、また家庭で飼育された鳥や、現地の野生の鳥などが売られた。ありがとうございます。